ウェイトレインによる帯の子の全自動シリーズは最新のシンプルで使いやすい設計が施されており、他社の高価な機械でも見られないほど多くの機能が組み込まれています。ウェイトレイン社では5種類の自動機械を提供しています。ご覧いただいている前の3台はレクサスシリーズのピボットタイプで、後の2台は WG ダブルコラムタイプの機械です。 460NC は LX シリーズの最新鋭機であり、特殊機能をすべて備えています。このシリーズの機械は送りバイスと他のいいものはすべて高高度ハイ摩耗の FCD50 を使用し、さらに高出力の減速ウォームギアを取り入れて、トルクは 30% 高くなります。まず機械について注目すべきことは CE ヨーロッパ電気安全基準を満たすことで設計され、しかも ISO9001 品質基準に準拠しています。国際マーケットを標準にプロ向けの機械として製造します。このシンプルな制御インターフェースにより機械の操作は非常に簡単になりました。切断材料の長さと個数を入力し、ノコバ速度と切断のデータを設定し、バイスに材料を固定するだけで自動運転樹脂ステーション10種類の加工データ、長さ、個数を設定できます。運転中いつでも呼び出して設定したデータを変更するのは簡単で、一旦停止して変更後自動運転を再開することができます。本機械のもう一つの特殊な機能としてトラブル事故診断機能を備えています。対話型インターフェースにより故障原因と対応方法が表示され、オペレーターは一目瞭然で速やかな処理を取り、効率よく生産作業をスムーズに行うことができます。本体バイスに材料がなくなると自動運転が停止します。またオペレーターが10分間機械から離れると、このシリーズは自動的に停止するため安全を確保でき、電気代も節約できます。ノコバの安全機能によりノコバのテンションが十分な場合やノコバが損傷した場合も機械は自動的に停止します。バイスの締め圧が不足の場合は操作パネルにバイス圧力スイッチ異常という情報が表示され、オペレーターに注意を促します。10カ国の言語が組み込まれているため、さまざまな国や地域でオペレーターがこの機械を簡単に使用できます。このモデルには光学スケールが取り付けられています。そのため自動フィードでこれをセットした条件で、機械はマーキングに沿って材料を送り、精密な光学スケールで測定されたすべてのピースを希望する回数だけ切断を繰り返します。特殊油圧系統の回路設計により、ハウジングを上げたり下げたりすると急な動きが抑えられ、コンコンという異常音が出す正確性と安全性が全体的に向上します。切断していないときノコバ速度が自動減速し、ハウジング降下し、セット材料を切ると再び速度が上がります。これによりノコバの寿命が伸び、最大 30% 高めることができます。この LX460NC は最新型で、ウェイトレインが提供する自動帯の子のすべての機能を装備しています。このシリーズの自動帯の子版はコストパフォーマンスが高く、操作が簡単なだけでなく、現在得られる最高の操作と安全機能も提供しているため、作業場や工場で広く選ばれています。